著名な白人史上主義者である、デイビッド・デュークと共に、ウド・フォークとは、ドイツの政治家。元欧州議会議員。極右政党、ドイツ国家民主党の第五大党首を務めるなどドイツにおける、ネオナチ運動の大物として知られている。1952年4月14日、西ドイツ出身。西部最大の工業地帯である。 ノルトベスト・ファーレン州のフィーアゼンで育った。父親は突撃隊員に所属していた元ナチ党員で、自身も16歳から、ネオナチ政党のドイツ国家民主党に関わっていた、筋金入りのナチズム信奉者であった。青年時代は整備士として一度就職したが、後に学問を志して1971年に、アーヘンに移り住んで同地のファッハ法補修令、入学した。 アーヘン時代には宇宙工学を学んだとしているが、2学期ほどで対抗しており、学位は取得していない。1972年、当時徴兵制であった西ドイツ連邦軍に招集され、空軍部隊で兵役生活を送っている。兵役期間終了後も1984年まで軍に在籍し、途中で士官候補生としての教育を受けたり、 ギリシャのナトー軍施設に勤務していたこともあるという。また30歳の時にミュンヘン大学付属の政治学校に在学して政治学を学んでいる。1984年に空軍を離れた後、密かに続けていた NPD 党員としての活動を本格化させ、次第に党幹部として党格を表していった。1987年在学していた。 政治学校を卒業して、ミュンヘン大学から政治学の修士号を授与された。東西ドイツ再統一など大きく歴史が動く中にも、かかわらず、統制が低迷していた。NPD は、第四代党首、ギュンター・デッカートがホロコースト否定論の先導により、逮捕される危機を迎えた。1996年、NPD の第五代党首に選出されたフォークとは、 党の立て直しにイラツワニを振るい、資本主義に馴染めない旧東ドイツの若者たちを、ネオナチ運動に取り込んで急速に統制を拡大した。2004年には、ザクセン州、2006年には、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州といった、旧東ドイツから編入された、新連邦州の衆議会選挙で、次々と議席を獲得している。2006年、自らも、 首都ベルリンの市政府にトレプトウ系ペニック区の代表として選出され、2010年まで同職を務めた。他に、欧州議会選挙やザールブリュッケン市長選挙にも NPD から擁立されているが、いずれも落選に終わっている。また2008年3月13日には、人種主義的なパンフレットを配布するなど、少なくとも2度目の民衆扇動罪で起訴されている。 裁判で争った末、執行猶予付きの有罪判決とユニセフへの2000ユーロの寄付を命じられている。実刑判決は避けたものの、本人は政治的な弾圧であると声明している。2011年11月13日、15年間、務めた NPD 党首の地位を退き、新党首には NPD 所属のザクセン衆議会議員、ホルガー・アップフェルが選ばれた。 2014年欧州議会議員選挙に NPD から出馬約30万票を集めて当選を果たしたが2019年の選挙では落選している Meet the new first ready to sweep into the European Parliament The Guardian 2014年5月27日閲覧ウド・フォークとディーピル・エスシー・ポル・ウードボイトで ウードボイトで2016年1月11日閲覧。ベザークスバーワーネティンサムラントレプトキュペニック、ベルリンで。www. ベルリン .de.2008 年2月8日閲覧。ファー、ライトポリティシャンコンビクテッドオーバーレーシスト、ワールドカップフライヤーズ。ドイチェウェリー2009年4月24日閲覧。スタブウィーチズルバイデア NPD ブリックナーハレッシュッツ、アクセスト14112011、ジャーマニー、エスファーストファーライト、NPD デピューティーイニオーロピアンパーラメント。AFP、ヤフーニュース、2014年5月27日閲覧。ディーズベルディーナウントブランデンブルガー・ジエヘン、インスイユー、パーラメントアイン。RBBE、2020年4月30日閲覧。ありがとうございます。